どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、9月3日、阪神 VS 巨人の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神勝ちましたよかったえー、よかったけども、あのーね、油断してはいけないというところは大前提ではありますし、えー、何にせよ、そのー、巨人との対戦において、初戦って割と取れてるイメージなんですね。で、えー、2試合目、3試合目と、 負けてしまうというイメージもあるんです。なので、明日勝つことがめちゃめちゃ大事。というわけでね、まあ今日はめちゃめちゃ嬉しいし、まあ僕の大好きな大山選手が打ってくれたりだとか、ね、まあいろんなところはあったんですが、ね、気持ちを引き締めて明日というところをね、頑張っていただきたいなというふうに思っております。 というわけでスタメンオーダーから見ていきましょう。1番ショート中野選手、2番ライト島田選手、3番センター近本選手、4番ファーストマルテ選手、5番レフトロハス選手、6番セカンド糸原選手、7番サード大山選手、8番キャッチャー坂本選手、9番ピッチャー西選手ですね。そして相手チームのオーダーがこちらになっております。というわけで打撃陣から見ていきましょう。中野選手ですね、4打数1安打3打点です。センターフライ、レフトフライ、ライトフライ、ライトへの3点タイムリースリーベースヒットです。 振ってくれたね。いやー、まあ、二打席目のレフトフライっていうのは、その、ま、あそこまでね、ずっと抑えられてたんでね、戸郷選手に。だからその中で、いい当たりの部類には入ってるんですよね。だから状態的には悪くないなと思って見てて、で、四打席目満塁という場面で回ってきました。ま、あ正直なところですよ。振らなければ、ボールで、ファーボールで、ま、あ一点勝ち越しというところはできたんですが、ま、あ狙ってるボールが来たと。 ね、スライダーをずっと狙ってたということをね、本人が言ってました。で、それをしっかり打ってくれました。いったかなって思ったけどね。うん。なんか当たり的には、なんかフラフラーという風うに上がったような感じなんですけども、僕が思い出したのは高山選手のホームラン。まあね、皆さんもご存知だと思いますけども、あのホームランを僕は思い出した。だからいったかなと思ったんですけども、まあホームランにはなりませんでしたが、 ね、え、勝ち越しの3点タイムリースリーベースヒット。もう、ありがとうありがとうって感じですね。いや、ほんまにね、その今日はトラテレでずっと見てたんですけども、まあ、解説の方が可愛いさんで、ま、いろいろね、中野選手の守備位置とかね、まあ、そういうところに関しては色々言われてましたが、まあ、まあ、守備範囲ももともと広いし、って足も速いし、ってこういうバッティングもできるし、っていう感じで言われてるのでね、え、頑張っていただきたいなというふうに思っております。 はい、続いては島田選手です。3打数無安打に三振です。三振、セカンドライナー三振という感じです。三振に関しては、その、まあ、見るからにボール玉っていう感じなボールを振らされてしまってるので、まあ、ここに関してはね、あんまり良くないなとは思うんですけども、2、えー、打席目のセカンドライナー、まあ、 打球的にはそんなめちゃめちゃいい当たりではないんですけども、でも基本的にそのセンターから逆方向意識っていう感じで詰まらされながらもいいところに飛んだかなっていう打球だったので、まあそこら辺を見れば島田選手のこの2打席目っていうのはすごくいい感じだったんじゃないかなとは思ってますが、まあね。 1アンダでも2アンダでもっていうところで打って欲しかったかなとは思ったりします。えー、個人的に言うのであれば結果論中野選手1番やったから勝てたっていうところにはなるんですけども個人的にはの話ですよ。1番島田2番中野っていうところの方が僕は見てみたかったかなとは思う。まあ結果論ね、勝ってるのでまあやっぱり1番中野選手の方が良かったんかなというところにはなってきますけどね。 はい、続いては、近本選手です。4打数無安打1三振です。ファーストゴロ、ショートゴロ、センターフライ三振という感じです。えー、センターフライに関しては、まあうまく拾ったんですけども、ちょっと伸びすぎてしまったというところになりますし、えー、三振、見逃し三振なんですけども、まあ今日はね、審判さん広かったね。まあ低めの、アウトコースの低めとか、まあ半身に限らず、まあ巨人側も割とね、その、厳しい判定をされてたので、まあお互い様っちゃお互い様になってしまうんですけども、 なんでしょうね。まあまあ、その、僕ね、ライブ配信とかいろんなところで言ってるんですけども、近本選手がなんでこんなに状態がいいかと。一番近本だから成功してるというところをね、僕は常々言ってるんですよ。だからね、個人的には、 動かして欲しくなかったな、とは思うんですけども、まあ今、阪神で一番状態のいい選手なので、まあそう考えたらね、グリーンナップに回るのも仕方がないんかな、とは思ったりしますけどもね。まあまあ、いろいろ動かした結果、逆転勝ちというところまで行けたので、まあ、矢野監督もね、まあ、すごく頭ひねってると思いますよ。で、その中でね、頑張ってくれた選手たち、ありがとうございます。近本選手は明日に期待しております。はい、続いては丸手選手です。4打数1安打1三振です。サードゴロ、ショートゴロ、ライテイヌ2ベースヒット三振という感じです。 ええと、ツーベースヒットに関しては、なんかラッキーでしたね。なんか松原選手がああいうミスするっていうのは珍しいですね。まあ、その、雨とかね、ちょろちょろ降ってたので、まあ、芝が濡れてたりとか、まあ、ボールの勢い変わったりとかっていう部分はあったりしたと思うんですけども、ああいうね、その、 言ってしまえば、ああいうしょうもないミスをしない選手っていう風な印象なので、まあ、阪神にとっては、丸ちゃんにとってはめっちゃラッキーという感じでしたね。まあまあ、こっからね、しっかりと逆転というところまで繋がったので、丸ちゃん的には良かったと思いますし、しっかりとね、まあ、中途半端な感じな処理だったので、二塁行けるよな行ってやっていう感じでは見てたんですけども、丸ちゃんもね、しっかり走ってくれましたというところです。 はい、続いては、ロハス選手です。2打ス、ムアンダ1フォアボール、1デッドボールです。セカンドゴロ、ファーストゴロ、フォアボール、デッドボールという感じです。えー、っと、まあ、フォークボール系かな。まあ、ボールの上っ面叩いて、ゴロになってるという感じですかね。えー、フォアボールに関しては、んまあ、ちょっと荒れてた部分があるので、何とも言えないです。デッドボールに関しては、当てられてめっちゃ切れてたね。まあ、そのインコースのボールとか、割とね、極端に避けたりするので、まあ、当たりたくないというか、まあ、そもそも当てられたくはないけども、 何なんですかねなんかよくわからないですけどもって感じですね。まあ、状態的にはあんまり良くはないかなとは個人的には思ってます。はい、続いては伊藤原選手です。3打数1安打です。ショートゴロ、ピッチャーゴロ、センターへのヒットですね。えー、このセンターへのヒットね、つなぎの一本、これめちゃめちゃでかかったよな。その、個人的にはやっぱり2番糸原っていうところが、ま、好きなんですよ。 で、実際やってほしいなとは思うんですけども、ま、状態的にあんまり、ま、最近は良くなってるけども、良くなかった時期があるので、ま、回で打たせてあげるべきというかね、ま、こういうね、そのうまく拾ってヒットをつなぐことができるということが、ま、結果的に大山選手につながったっていうところもあるので、ま、回打線においても面白い選手っていうのはね、間違いないと思うんでね、え、明日も期待しております。 はい、続いては大山選手です。4打数3打3打点1三振1盗塁です。三振センターへのヒット、レフトへの2点タイムリーツーベースヒット、センターへのタイムリーヒットです。えー、大山選手がやってくれました。ね。あのー、ま、もちろん、もちろん、そのヒット3本生まれたというところはめちゃめちゃいいんですけども、その、ま、3打点っていうところもいいんですけども、僕が、おって思ったのは1打席目。空振り三振、3球三振でした。もうね、まあ、結果だけ見てしまえば、 空振り三振やんけと。まあまあいろいろ言われる部分はあるとは思うんですけども、大山選手は、まあ完全に外の変化球しか狙ってないというか、まあストレートなんかな。まあ外側のボールを狙ってた。で、一球目からしっかりとスイングをしてたという風に僕は見えたので、 まあ、この間ね、タイムリー打ったっていうところもそうですし、まあ、スリーボールから振りに行って1点というところにつながったんで、吹っ切れたんじゃないかなと。まあ、実際ね、その吹っ切れたというところが、得点にも打点にもっていうところがつながってると思うので、僕は、まあ、結果論にはなりますけども、4打席だって一番、おって思ったのは、1打席目っていうふうに僕は感じました。まあまあ、あえて言ってる部分はあるんですけども、まあ、明日も打ってくださいというところにはなっていきます。 はい、続いては坂本選手です。1打数無安打1三振です。三振ですね。えー、打撃においてはね、特別言うことないですという感じですね。まあまあ、そのキャッチャーとしてもね、そんな特別悪いという部分もなかったですし、まあ西くんがね、若干投げミスというかっていうところはあったりしたんですけども、まあまあ、最近ね、その西選手と組んで、まあ6回3失点っていうところが続いてるのか、まあまあ、しっかりとゲームとしては作ってくれてるんかなとは思ったりします。 はい、続いては西選手です。1打数無安打1三振です。三振ですね。えー、こちらにおいては次回期待です。はい、続いては糸井選手です。1打数1安打1打点です。センターへのタイムリーツーベースヒットです。吉尾さん吉尾さんいやー、いいですね。吉尾さんね。まあ、そのまあ今日ね、審判さんがちょっと辛か,かったというか、まあ広かったというかっていう部分があったんですけども、まあまあ5球目の時点でファーボールかなと思ったんですが、えー、スト、あー。 ちょっと怖いなーって思ったら、吉尾さんうまく拾ってくれましたよ。いやー。ね、ここでね、もう1点、もう2点という感じでいけば一番良かったんですけども、まあ吉尾さんのこの1点がしっかりとこの後に繋がっていったので、吉尾さんありがとうございます。はい、続いては佐藤選手です。1打数無安打1三振です。三振ですね。えー、佐藤選手においてはね、抜けれないね、うん。まあスタメンで使うべきだとか、いろんなこと言われてますけども、まあ打撃内容ほぼ全部一緒なので、 ちょっとね、出すに出せへんよな、とは思います。はい、続いてはサンズ選手です。1フォアボールです。まあ、2球投げて、ボールボールで申告敬遠という形になりました。ま、あま、あその、怖さというところがあったと思うので、しっかりとフォアボール選んでくれたという感じになるんじゃないでしょうか。はい、続いては原口選手です。1ラスムアンドです。キャッチャーへのファールフライですね。え、ぐっち状態悪いね。上がってこうへんね。まあ、親子ゲームとかね、いろいろしてるんですけども、なかなか上がってこないという点においてはね、頑張っていただきたいと思っております。 はい、続いては梅野選手です。一打数無安打です。ライトフライですね。ね、粘ったんですけども、残念ながらという感じです。 はい、続いては大畑選手です。1打数1安打1盗塁です。レフティのヒットですね。うまく打ったね、逆方向に逆らわずしっかりと打って、その後ね、3をするっていう感じでね、しっかりと大畑選手らしさをね、えー、やってくれました。まあ、バッティングにおいてはファームからめちゃめちゃ良かったので、まあまあ、いつ上がってくるんやろうなっていう気持ちもあったんですけども、まあ、いかんせん、もともと守備がいいという選手だったのに、ファームで結構エラーしてたんですよね。なので、その今の課題は、守備の方だったと思うんですね。 まあまあ、その、いろんな選手の交代とか含めて、その、大畑選手上がってきて、まあ、バッティングにおいては、やっぱりこういう風に打ってくれたし、足に関してもしっかりと投入決めてくれた。まあ、守備において、まあ、今日はね、特別何もなかったんですけども、安定ができれば、間違いなく一軍に入れる選手なので、次回も期待しております。はい、最後ですね、小野寺選手です。1打数無安打1三振です。三振ですね、こちらにおいてはね、次回頑張ってください。 じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、西投手、岩沢投手、岩崎投手、スワレス投手ですね。西投手、6回投げて107球、6アンダ5三振1フォアボール、3失点です。んーと、そのね、まあ、タイムリー打たれてしまったボールも、まあ、もう一つ低かったら、とか。 ね、えー、その後に打たれた亀井選手のボールも、まあ、初級、ど真ん中付近のちょっと高め、まあ、高めって言ってもね、まあ、低いっちゃ低いんですけども、まあ、もう一つボールが低かったらとかね、まあ、ま、いろいろ言いたいことは多分出てくるんだとは思いますけれども、しっかりとね、6回3失点という形ではね、ゲームを作ってくれてるので、 まあまあ今までね、悪かった時期を考えると、まあ前回も同じような感じでしたよね。6回3失点か。というところを考えれば、まあ状態は上がってきてるんかなというふうに見れるので、まあまあ次回はね、100勝目というところを期待しております。はい、続いては岩野選手です。1回投げて16球無安打にファーボール無失点です。うーん、なんとも言えへんかな。結果的に抑えたからええけどっていう感じにはなって 来ると思います、はい、うーんまあね、ねねなんとも言えないっす、ね、これは、まあ、ここをね、その、ピンチ作りながらも、ゼロで抑えたから、この後に繋がったというふうに、ポジティブに考えれば、そう取れるんですけども、岩の選手単体で見れば、良くはない。まあ、実際、ほとんどボール球やったし、ちょっとね、怖かったけども、とりあえずこのね、勝ちがついたっていうところは、 まあ、明日に繋げていただけるんじゃないかなとは期待しております。はい、続いては岩崎選手です。1回投げて1球無安打1三振無失点です。ね、ウィーラー選手に投げたあの低めのアウトコースのストレート。まあ、そのね、半身ファンやけども、ちょっと低いかなとは思ったけども、まあ今日は審判さんがね、広かったというか、辛かったというか、っていう感じだったので、まあ半身的には、 ラッキーっていう風に思いましたし、まあ、近本選手の4打席目か、これもね、正直低いなと思ったんですけども、ストライクっていうところを取られたので、まあ、お互い様かなというところにはなってきますし、岩崎選手に関してはしっかり安定してくれてるなというところです。はい、最後ですね、スワレス選手です。1回投げて10球無安打1三振無失点です。ね、えー、ま、4点差というところではございました。セーブはつかないんですけども、絶対に勝たなければいけないという戦いだったので、スワレス選手を投入しました。しっかり しっかりと、ね、いつも通りゼロで切ってくれました。ありがとうございます。はい、というわけで本日は9月3日、阪神 VS 巨人の試合について語らせていただきました。ね、一番最初にも言った通り、巨人カードって割と初戦を取れるイメージなんですけども、その後負けるイメージなので、明日、もうほんまに明日が一番大事だと思います。正直、その、明後日仮に負けたとしても、明日カットケア、とりあえず勝ち越しというところができるので、明日、 明日が一番大事だと思います。ほんまにね、明日が一番大事です。もう何回も言います。明日が一番大事です。ね。えー、皆さん、明日の応援、頑張りましょう。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方に Twitter、ツイッターとインスタからもリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。